何が一番いいかって、まず空振りしないですね。空振りしないのでインパクトの意識なしで打つことができます。そうするともうイメージであったりですね、バランスであったり、そういうのがまずチェックできるんですね。なのでどうやってそこにたどり着くかっていうのは、最初から7番アイアンでボールを打つとどうしてもインパクトに意識が入るんですけれども、できるだけ小さいクラブからそのイメージ作りっていうのをしてあげると全然安定感っていうのは違ってきます。で、パッティングから見出せるものは結構あってですね、まずはですね、家でも練習できます。一番家で練習できるので、ドライバーにつながるパッティング練習っていうのも作れるようになります。で、なおかつそこで、パターは、まずよく五角形と言われるんですけれども、なので、ピーンとよく三角形と言われるもので構えてしまうと肘がロックされちゃうので手首が動いちゃうんですね。もしくは、肩関節が支点にこういう感じで手だけで上げる、腕だけで動くっていうことになるんです。なので五角形というのは非常に重要になります。パターもショットもつながる理由としては、ショットも軽いゆとりを作ってあげると結果として手首が動きづらい、伸ばして構えちゃうと手首が動きすぎちゃうということになります。あとは手上げですね。こういう感じで手上げになります。なのでパターもショットも必ず腕のゆとりが必要ということになるんです。